よろしくお願いします。お願いします。今回の新潟戦、はい、まあ振り返ってみてどうでしたか？いや、やっぱ新潟さんもすごい力あるチームですし、迫力ありました。で、まあスタジアムもいい雰囲気でしたし、でもまあ自分たちの守備の部分ではまあピンチもありましたけど、全員で守り抜くことができましたし、まあそこでの課題としては、取った後にこうどう攻撃につなげるか、今行くべき時なのか、カウンターするべき時なのか、もう一回こう後ろに下げて自分たちボールを保持する時なのかっていう選択を、ボール持ってる人が選びやすいように周りの選手がポジションを取るというところをやっぱりもう少し意識しないと。新潟さんはやっぱ人にも強いし、フィジカルも強いし、切り替えもすごい早いんで、やっぱそこの部分で後手を取ってしまったなっていうところはあったんで、そこはちょっと感じた試合でした。まあ、そういった課題もありながらも、まあ、無失点で終われたこと、まあ、その前節もそうだし、非常にこう粘り強くこう戦えているなという印象ですけど、どうですか？そうですね、やっぱ守備の部分では、新さんから細かい指示もありますし、それを、まあ、みんなが忠実に、やるっていうところと、やっぱ最後は個人でやっぱよしよしでみんな体張れてるっていうことが一番かなと。みんながこう危ないと思う時にどこに戻ったりだったり、体どこに足出すかとか、体投げ出すっていうのが基本的には、できてるかなっていうのはあると思います。まあ勝ちきれない試合もあったりするんですけど、これで4試合、負けなしということで勝ち点をこう拾えていってる、まあ、そういったところのこうチームの状況、どうですか？雰囲気だったりも含めて。雰囲気はまあいいです。でもやっぱ攻撃のところをの選手はやっぱ守備に割く時間が多い分、まあ、ストレスを感じているのかなと思いますけど、やっぱりなんかこうそこは出さずにしっかり、必要、その守備は必要だという思って、一生懸命やってくれているので、それこそ取った時に、いいボールを出してゴールを取ってもらえるようなプレーがどんどん出てこないとダメだなって思いますし、試合中、みんなわー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 言うようになりましたし、要求も増えたし、そういうところでやっぱり少しずつやっぱ戦える集団になってきてるのかなっていうのはあります。その今言った少しずつこうみんなが喋るようになってきたっていうのはどういったところがきっかけになったと思いますか？やっぱりなんか、このままじゃちょっとダメかもしれないなっていう思った時に、田中裕也が、おととしやってた試合前の、試合前前日に選手だけで集まって一人で、意気込みやったり今思ってることを話すっていうのをもう一回やりませんかみたいな、それやんってなって話して、こうどう思ってるんかっていうのはやっぱ言葉にして頭で確認できるっていうので、まあそういうとこもありつつ、やっぱ負けないとちょっとこう自信も出てくるし、そういう部分でもこう発言が増えてきたり、今こうしてほしかったとか、まあもうシンプルに怒鳴るみたいなのもありますし、みんながそれを何とも思わへんというか、こう素直に受け入れてる、受け入れられへん時は言い返すっていう、なんかごく普通のことなんですけど、そういうのができるようになってきたっていうのはあります。まあ、そうやって少しずつこう雰囲気も良くなって、まあ、ポジティブな要素が増えてきたなと思うんですけど、あとはやっぱり、まあ、勝ち勝利っていうのがついてくるとよりこういい方向に進むのかなと思うんで、まあ、みんなも期待してるし、頑張ってほしいなと
思います。今日ちょっと映像あるので解説してほしいんですけど、はい、まず、はい、あの立ち上がりの、はい、もう本当キックオフのところなんですけど、はい、岡村選手は僕の見てて、まあ、外国人のセンターフォワードだったり、はい、まあ、体格のいい選手だったりとか、と競り合う場面よく見てて、こう競り合うのがすごい上手だなと思ってるんですけど、何気ないこう1試合見たうちのプレーの一つかなと思うんですけど、どうですか、自信はあるんじゃないですか。そういうありますし、絶対負けたくないっていうのはあるし、よくこうやっぱり競り合うっていう時は肘とか当たったりするんですよ、はいはい、それでめちゃくちゃ怒って自分のテンションが上がって試合に入りやすいとか、一発目は元さんとかも言ってたんですけど、鹿島のセンターバックとかはやっぱ試合始まったらもう一発目はもうもっきしけずりにでビビらせるみたいに言ってたし、もうそこの勝負でもあると思ってるん で、やっぱりこう相手を乗らせるとフォワードの人は上手いんで、あれなんで、こういう時も本番はもっとバーンってそうですよね。ここだから、はい、その今言ったのと逆でこう冷静にすごい対処してるなって思ったんですけど、バコンでいこうと思ったんですけど、うん、そんな相手もやっぱ勢い持ってこう来るから、うん、逆にこの判断もそうだし、うん、このシーン以外にも、うん、まあ、前節で言ったら岡山の、はい、デュークさん、デュークさん、うん、結構やり合ってたと思うんですよ、ね、あれは楽しいし、ね、でももうその時は、うん、なんともなかったんですけど、試合終わってみんなさんのこう回る時もふくらはぎパンパンで、でもやっぱそこから逃げたらもうセンターバックとして、うん、逃げたらって言い方はあれやけど、まあ駆け引きありますけど、その自分のプレースタイルとしては逃げたらもう終わりだと思うんで、もうぶつかって、まずは気持ちというところ、そうですね、もうやもう絶対負けたくないんで、はい、フォワードに。そこら辺はまあプロ入った時はフォワードでやってたところも経験としてあるんですか。はい、そうですね、やっぱガチャガチャ来たり、うん、でめちゃくちゃファールしてるのにめちゃくちゃ文句言う審判に文句言ってるセンターバックってめっちゃ嫌だったんですよ。絶対お前が悪いやろっていうファールでも、うん、めっちゃ怒るセンターバックっていて、それ嫌やなと思ってたら、自分もそれ意識はしてないんですけど、やっぱりこう年取ってくるにつれて自分の能力とか自分の技術プラスアルファ何かっつったら、やっぱ誰でもできる声出したりとかっていうののあれで、まあ審判には もう迷惑かけてると思うんですけど、まあそういうのもやっぱ嫌なやつやなって思われたら、まあ一歩リードかなっていうのは。まあ、次のプレーなんですけど、はい、フィード、今年特になんかボールを触る機会がすごい多いなと思って、はい、で、まあ、これまだ立ち上がりなんですけど、まあ、こういうプレーよく見るし、この後もまだプレー続くんですよね、こうやって、うん、やっぱ試合の状況を常に見てるって感じですか。時間帯とかもやっぱ気にします。気にして、まあ、遠く、できるだけ遠くっていうのと、うん、あとはテンポ、もうあんまり自分が持ちすぎないっていう、あと持ち直すっていうのも大事にしてます、ね、うん、今出たこの何気ないまたプレーなんですけど、この右向いて左向いて、うん、でまた右向く、これだけで多分相手のフォワードもすごい嫌だと思うし、でさっきは中盤のところ、はい、で今はこうやって背後のところまで結局つながったんですけど、今の一連のシーンどうですか。やっぱり自分が意識してプレーしてるプレーが表現されてるなと思います。そうですね、やっぱこう新さんにもよく言われてるんですけど、いつでもボール蹴れるところに置いて、うんうんうん、置いとくっていうのと、体とは逆の方のにボールを蹴れるようにしとくっていうのを言われてる、プラスやっぱここをこうちょっと厳しいところには入ってるんですけど、うんうん、厳しいところに入れた分チャンスになることも多いですし、うん、あとやっぱりこの真ん中3にしての真ん中ってことで、やっぱ配球っていう部分にはやっぱ攻撃の最初のスタートなんで、うん、でこれとかでもやっぱ相手
めんどくさいと思うね。かなり嫌だなと思うし、すごい効果的な、まあ、ボールの持ち方もそうだし、最初1本目入れたパスもそうだし、うん、次もう多分中盤の選手、最終ラインの選手は、あ、こいつどこでも狙ってんなっていう感じになるから、うん、はい、すごい嫌なのかなと思って。北九州来てからですけどね、すごいサッカー楽しくなりました。 あまりじゃあこういうプレーはそうですね、なかったですか。北九州来て最初の方はちょっと戸惑ってた部分もありましたけど、やっぱ隣にテラがいたら、やっぱなんか、あ、こういうこっちに持ってこっちに出したら出せんねやとか、あ、こうなったらあそこかみたいなことを見てて面白そうやなと思って、でだん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 できるようになってきて、すごいですね。もうベテランですけど、いや、九州、九州っていうかもう毎日言われるシーンさんに次のシーンはこれ後半のシーンですけど、次はここでまたちょっと相手を動かしながら、一発でもうビッグチャンスになるような、配球だったんですけど、こういう背後へのパスもやっぱり常にこう意識はしてるんですか。そうですね、量がもう基本的にはもうずっと走ってくれるのでそこは使わないとダメだし、うん、あとは審査にもよく、あの、まずは裏やつっていうのがあって、うん、で、まあ、ここでも一回中に入れといて、うん、でここでもらった時にちょっとどうしようかなって思ったんですけど、ね、この1個運んだことによって、うん、まあ、相手は多分量がこう下にこう降りてきてもらうっていうのがあったんですけど、練習で結構、うん、あの、量にはこう裏狙っといてくれみたいな、で審査もそこ狙いみたいに言ってたんで、そこは練習通りというか意思疎通はできたなって。もうちょっとこの時にポンってもうちょっと前に持ち出せればよかったです。あ、まあ勇気出してここちょっと持ち出したことによって、そのちょっとこ怖いのもあれですけど、こう持ち出すことは大事やなっていう最近思い出しました。ここのシーンの時はちょっと焦りというか、ちょっと焦るですね。なんかもうここの辺出せるんですけど、この高選手結構ガチャガチャ来てたんで、どうしようかなって思ってる時に、でも。まあ、さっきも言いましたけど、シンさんが言ってるように、いつでもこう蹴れるところに置いとけば、うん、まあ、最悪体でこう押さえてっていうのもできるし、まあ、もう正直ミスは絶対あんまりミスはない方が一番いいですけど、もうミスってもええわぐらいの感じで、ミスってもええわっていうか、自分が選択したことには責任持つし、どんどんチャレンジしていこうっていうのであるので、その、まあ、焦りはありますけど、もう やったるみたいな、やるしかないっていう感じで、失点につながるようなこの試合でもありましたけど、まあ、そういうのも含めて、うん、どん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 こうチャレンジしていかないと、やっぱもうこの年になると、チャレンジとかそういうなんかしないと、もうマイナスになっていくだけなんで、うん、やっぱ対人の部分、うん、はまあ元々ガチャガチャいけるし、であとはどこかなって言ったら、まあビルドアップのところって思った時に、うん、まあそこにチャレンジしていこうかなっていう感じですね。今じゃあすごい楽しいじゃないですか、こんだけ、まあ、攻撃の第一歩としてすごいボールに関わって、うん、まあ岡村選手のパス一本で結構状況も変えれる、そういう、まあ、ポジションだったらすごい楽しいかなと思いますけど、楽しいのと、やっぱり体力的にはもう90分またもヘロヘロなので、もう疲れ方が疲れますめっちゃ、もう、そうですね、まあ、めちゃくちゃ、まあ、去年も連戦でも死にかけてたんですけど、去年が一番しんどかったかな。でもその年齢っていうのを理由には、うん、あのしたくないので、まあ、疲れますけど、もうヘロヘロでももうぶつかりに行くみたいな、そういうのも大事だと思うし、でまあみんな若いんで僕の分まで走ってくれるし、みんな元気だな、みんな元気すぎです。で次が対応のところを見ていきたいんですけど、前半戦振り返ってクロスからの失点がすごく多いっていう話もあって、
まあ、そこからすごいこう修正はされてきてるのかなと思うんですけど、このシーンとかも、まあ、スローインからなんですけど、クロスの対応で意識することとかは本当にあの首振ってますよね。首振って体をこう横に向、うん、あの何ですか、こう正対というか斜めに、うんうん、どっちも対応できるようにっていう、ここで首振って、はい、でしっかりこうチャレンジできてる、はい、チャレンジするっていうのは大事にしてますね。これだったらフォワードももう強いシュートは間違いない、はい、自由にできないようにするっていう、うん、まあ、自分の身体的な能力的にもその相手を圧倒できるようなものはないので、こうあやばいと思ったらもう体だけぶつけに行くとか、うん、いや素晴らしいシーンだなと、うん、なんとかもうなんとかみたいなあとは頼んだみたいなで次はこれも前半のシーンなんですけど、ちょっとこのシーンも、まあ、結構動かされて、はい、嫌なところでこうボール持たれてるなって感じだったんですけど、ペナルティーエリアの中でこういうボールの受け方をされるのって結構もうファウルしたら BK になっちゃうし、すごい難しいのかなと思ったんですけど、これは結構僕ディフェンスの映像っていろんな選手のやつ見たりしてて、けどやっぱすごい海外のディフェンスとか結構アグレッシブに行くイメージあるんですけど、やっぱゴール前になるとやっぱこう行かないっていうか、こう取り切らんでもこう周りが来るのを待ったり、でそれこそ岡山戦の時にデュークがいる時はもうこう背負って近く行ったらもう、 こう腕で持ってかれると思ったから、うん、あのボールだけ見てでやると相手も多分こう、うん、来ないとやりにくいっていう選手もいるだろうし、うん、じゃこの距離感っていうのはベストかなっていう岡村選手にとって。そうですね、あのボランチもいるので、うん、まあトラップ前に振り向かせなければっていうと、はい、でトラップしたところ狙おうかなっていうので、うん、まあ、相手も後ろ体重になってたんで、うんうん、まあ、そこはまあ足出してボール触れば大丈夫かなっていうのはあったので、うん、そういうとこ行くこう激しく行くとこと、うん、こうじっくり、ちょっと冷静だったなと、うん、今はゴール前では割とこう結構このなんか取らなあかんっていうのはなくて、年、うんうん、を追うごとにこう守れたらいいっていう感覚でできるようになってきたんで、そこら辺の経験っていうのはすごく大きいですよね。大きく、なんかやっぱ若い頃ってシュート打たれてたらダメみたいな、ダメみたいな、なんか必死になっていって、はい、そこをうまくかわされたりとか、みたいな、まあ後ろももういるし、いるし、でね、キーパーもいるし、うんうん、でもいいシュートいったらもう止めれないんで、うん、であとはどんだけ選択肢を、うん、キーパーの選択肢を減らせるかっていう、うん、のだけですね、コースで。で、そこのすり合わせとかをどんどんしていけばいいかなっていう、チームで失点がなければいいっていう考えなんで、まあ、ここの対応は結構ほんまうまくいったなと、本当ここは西村選手でしたかね、このハサミに来てくれたの、ヤスが結構あの足動くんで、でこう僕がこう足出さなくてもヤスとかがこうプレスバックした時に結構足出してくれるから、相手も嫌がってボールよく触っちゃったりして、うん、それをポロンってこぼれたところを取りに行くみたいなのはできてると思います。非常にこれもチームとしていい守備だったなと、すいません、もう一個あるんですけど、いい、はい、後半立ち上がりすぐなんですよ、はい、ここでちょっとガチャガチャっとなって、相手の本間選手ドリブル得意ですし、嫌な位置かなと思ったんですけど、非常に冷静で、ここもまあ、針ヶ谷選手ですかね、うん、2人でコース限定して対応できたのかなと思うんですけど、はい、そうですね、これはほんまに、去年の本間選手にあえて対応した中でもやっぱり中に行かれたんで、うん、それは絶対あかんっていうのもあったし、うん、やっぱりこの足をこうまだ細かく動かせてるのは良かったかなっていう、
あとやっぱこう、待てる、うんうん、あのみんなを待つっていう意識があったから足をなかなかもう出さんで済んだかな、うん、どこら辺でこうチャレンジに変えるんですか。ここもうここの針替えが見えたら、うん、あもうやっぱ見えて、はい、見えたらそうですね。で、うん、スピードもちょっと落ちたんで、うん、でこのままガーッとスピード乗ってこられる、乗ってこう向かってこられたら結構やばかったですけど、こうでまあ自分で言うのもなんですけど足出してポンって離れた時にもう一回チャレンジいけてるんで、うん、そこはいいかなっていう。で多分ね本間選手もちょっとねこうここでいい感じでポーンって前に持ち出して向かってきたらやばかったんですけど、ちょっと遅れたというかタッチがね、最初のタッチがここでなんかちょっともたついてたんで、本当は前に来たかったけど、はい、だからここはもうここまで来たら、うんまあ、縦行かせればいいんですけど、うん、ボール取れそうだったんで足出しました、ね、後半始まってすぐのプレーだったし、うん、非常にチームにとっても大きかったのかなと。このシーンを選びました。めっちゃ緊張しましたこの時。あやっぱね、ちょっと本間選手っていうのもあるし、ね、中に行かれたらあかんって分かっててもなんか反応しちゃうんですよね、うん、縦にこう体が、うん、それをやっぱ必死に抑えながら足を動かして、うんうん、だからいい対応だったと思いますけど、やっぱりこのボランチ2人があそこまで早く帰ってきてくれて、うん、新垣まで帰ってきてるんで、そうですね、やっぱそこはやっぱセンターバックに取ったらもう1対1やったのがもう3対1になったりするんで、そこのなんていうんですか、気持ちの余裕、うん、あ帰ってきてるって思ったら余裕は出ますね。本当じゃあチームとってすごくこう意識、はい、みんながしてるんでこういうプレーにつながってる、つながったと思う。非常にじゃあなんかゼロになってる理由というか、うん、がこういろいろ振り返ってみると分かるシーンだったかなと思うんですけど、まあ、次節、金沢戦、はい、今月はもうホームがこの試合しかないんですよね、はい、で、まあ、順位も近い相手ですし、はい、まあ、みんなも意識はしてると思うんですけど、はい、まあ、サポーターの方に、メッセージをよろしくお願いします。本当に、まあ、4試合負けなしですけど1勝3分け、1回しか勝ててないんで、本当に勝たないとダメだっていうのもあるし、負けちゃうとダメだっていうのもありますけど、守備的な戦いって見られがちですけど、まあ、守備もアグレッシブにやってますし、得点もどんどん取っていきたいと思ってます。今の状況は誰も満足しないと思うし、不安な気持ちと、選手も日々、戦いながら、練習試合やってます。そんな中で、サポーターの皆さん、の声があって、町田戦逆転で、まあ岡山戦もギリギリ体張って守れた最後の一歩っていうのは本当にサポーターさんの力だと思ってます。9月でホームが、石江金沢戦っていうだけってことなんで、必ず勝って、弾みをつけて、順位もどん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 上げていけるように頑張るんで、応援よろしくお願いします。期待してます。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。